腕も滴るいい男、宮野です。はい。まあ、水も滴るとは言いますが、はい。僕ぐらいになってくるともう腕も滴ります。はい。まあ、というわけでね、片腕の生活を良くしてくれるグッズ、はい。ということですね。今回はですね、僕、片腕、あ、気づいてるかな？みんな。僕、片腕なんですけど、気づいてなかった方すいません。はい。腕が滴りすぎて気づいてなかったらすいません。はい。僕ね、片腕なんですけど、やっぱりね、不便なわけですよね。ところどころで。そんな、不便を、まあ、ちょっとでも解消してくれるグッズが世の中には溢れてるんですよ。で、それをね、まあ、紹介していこうかなと、いうふうに思います。で、今までもですね、片腕用のまな板とかね、結ばない靴紐とか、アップルウォッチとか、紹介してきたんですけど、まあ、そういうのは抜いて、僕が日頃、使ってるものを、まあ、紹介していきます。僕はですね、6月、去年のね、2022年の6月に腕取ったんですけど、その手術の前にですね、もう腕取ること分かってたんで、生活難しくなるやろうなと思ってたんですよ。だから、結構想定して考えてました。で、その時に、あ、これいるな、これいるなっていうものを割と上げてたんですよね、リストとして。で、その中の、何個かをまず紹介していきます。まず、電動シェイバーですね。僕今まで、こうクリームみたいなの塗って、T 字のやつ、5枚刃みたいなやつを、こうやってやってたんですけど、これめっちゃ面倒なるやろなと思ったんですよ。こういう、シューっていう、このクリームを塗るのにも、今まではパカってまず蓋を開けて、クリームの。左手に、ふわーって泡を出して、それをここに塗ってたんですよね。こうやって塗ってた。で、蓋閉めて、T 字でこうやってやって、これ、だいぶめんどくさく感じるやろうなーって思ったんですよ。だから、この電動シェイバーですね。まあ、そもそも腕あろうがなかろうが電動シェイバーは便利なんですけど、僕も普段使っています。はい。これ片腕必需品だと思います。はい。いいね。片腕必需品というテーマで、はい。やってみましょうか。はい。途中から変わることもありますからね。はい。次ですね。鼻毛カッターですね。これ、二代目です。はい。一台目ね、持ってたんですけど、説明書にね、濡らしたあかん言うて書いてたんですけど、濡らしてやりました。はい。好戦的なんでね、僕は。濡らしてやりました。はい。で、この間買った二台目。まあ、これね、眉毛とかも剃れるんで、便利です。僕はですね、まあ、意外っちゃ意外なんですけど、鼻毛カッター使ったことなかったんですよ。はい。で、もともとこれハサミ、ちっちゃいハサミあるじゃないですか。あれで、あれを持って、この鼻のね、縁をブリーンして、ブリーンしてね、はい。まあ、僕が鼻毛やったら、みたいな感じですよ。こう、鼻のね、ここを、プリンってめくるじゃないですか。こう、ピリンってめくって、もう片方の手でチョキチョキ切ってたんですよ。だから僕が鼻毛やとしたら、っていうのをやってたんですけど、まあ、無理じゃないですか。めくりながら切るから。それができないから、鼻毛カッター買いました。はい。次、三つ目ですね。三つ目は折りたたみ傘ですね。はい。で、まあ、傘の話ね、だいぶこの YouTube の動画、序盤に出したんですけど、傘ね、普通のビニール傘あるじゃないですか。大きいやつ、70センチみたいなコンビニで売ってるやつ。あれ、まあ、別にいいんですよ。いいんですけど、傘の何が困るって、まあ、くるくるして畳みにくいとかももちろんあるんですけど、そもそも振ってない時とか、屋内とかでも持っとかないといけないじゃないですか。あれがね、えげつないぐらいストレスなんですよ。なんか持ってたら携帯見るにしても邪魔やし、邪魔なんですよ、とにかく。もう塞がってるから。だから、僕は折り畳みにしてます。もうカバンに入るようにね。次、四つ目はですね、イケアのエコバッグです。はい。これね、意外なんですけど、エコバッグって普通、まあ、袋じゃない、ビニール袋みたいな形じゃないですか。で、いろんな野菜、お肉、スーパーで買って、手で持って帰りますよね。はい。ただ、めっちゃ重い時ないですか？僕結構買いだめするというか、作り置きとかするんで、結構買うんですよ。肉1キロとか買うんですけど、めっちゃ重いんですよね、1回の買い物が。だから、このイケアのエコバッグ、重かったら結構食い込むじゃないですか、手に。あれがね、痛いなと思ってて、こういうですね、わかります？このね、ここにかけれるんですよね。はい。こうやって。こういう感じですね。かけれるんですよね。こうやって。で、ここに、入れれると。しかも、容量、
結構入るんですよこれ。だからいっぱい入るし、さらにいっぱい入れても手とか痛くならずに家に帰れると。これがですね、かなり便利なんですよね。ただ畳むめっちゃ難かった。はい。だから僕はもう畳まないという、はい、英断を下しました。はい。これが必需品エコバッグでした。ふにー。最後はですね、これです。はい。これ何かわかります？これ見えるかな？これ、はい。これがね、まあ、ダントツで便利というか、ダントツで生活が変わったんですけど、裏はこんな感じですね。はい。これ、納豆かき混ぜ固定具。はい。何言うてるんやと。いうことで、実践しましょう。まずですね、この裏。これね、ちょっと粘着テープみたいになってます。はい。で、これを、ペタッと、くっつけます。床というか、机にね。はい。ペタッと。で、次にですね、僕は、この納豆を食べてます。はい。いつもありがとうございます。みつかんさん、お世話になってます。この納豆ですね、何がいいのかっていうと、この右上、パキッと垂れ。ここが味噌なんですよ。はい。どういうことか。普通の納豆って、こうパカって開けた時に、からしとタレ入ってるじゃないですか。で、その、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。あれを開けるのって、片腕だったら結構難しいんですよ。ところが、こいつはですね、まずこうやって開けます。こうやって開けます。そしたら何も入ってないんですよ。ここをちぎるとですね、見といてね。見といてねって見てるやろ。YouTube 見て、しかもこんな動画の後半まで見てくれてて、見といてねって。見てるやろ。はい、いきますよ。ここ。裏、こんな感じね。ここを、パキッとします。はい。ほんなら出てくるんですよ。中からタレが。これ便利でしょ。これね、すごいありがたい。もう片腕のために作ったとしか思えない。ありがとうございますみつかんさん。で、からしは入ってないです。からしは入ってないので、別で僕はいつもチューブでつけてます。で、こういう感じになります。ほんならここのね、穴、ここにもテープがあるんですけど、ここにまずポッと入れます。はい、ぐさっと刺します。ほんならね、固定されます。ごめんなさい、揺れるの。固定されます。そしたら、あとは、かき混ぜるだけです。ちなみにですが、従来の僕、普通にかき混ぜようとすると、そらこうなるんですよ。もちろん。こうなるんですよ。だから、今までは、僕一回これを床に置いて、足で挟んで混ぜてました。はい。で、それはね、結構ストレスやったし、食べ物を床に置くって、まあシンプルに嫌じゃないですか。だから、こうやって、この納豆かき混ぜ固定具を置くことで、こうやってですね。はい。こうやって混ぜることができるんですよ。えぐない？これ。これね、視聴者の方がね、教えてくれて、いただいたんですけど。これえぐいわ。本当に革命でした。で、あとは食べるだけです。これが、くっそ便利！必需品。納豆食べるときはもうこれないと無理です。で、普段はね、これいちいち取って剥がして、取って剥がしてってするのがめんどくさいので、こういう感じでですね、普通のキッチンの横とか、こういうとこに邪魔にならないとこに、もうペタって置いて貼っておきます。ほんで、納豆を食べるとき、かき混ぜるときだけ、ここに来て置いて混ぜると。で、あとは、混ぜ終わったら食卓に出す。というリズムでやってますね。はい。これが、必需品、納豆かき混ぜ固定具。名前は今適当につけてるんで、はい、すいません。これが必需品です。というわけでですね、いかがでしたでしょうか。片腕を支えてくれる必需品5選ですね。便利だなぁと思うものがあれば皆さんもね、使ってみてください。はい。以上、ありがとうございました。